はい、どうも、クラゲです。ということで、今回なんですけども、OB 第3弾の目玉選手でもある、このオマリー選手を使って、リアタイをやっていきたいと思います。まあ、結構ラインナップ渋いって言われてる中、まあ、このオマリーに関しては、まあ、12球団レベルでも非常に強い選手になってるんじゃないかなというところで、能力を見ていきましょう。まあ、もう能力を開いてるんですが、ミートが A、パワーが77。で、しかもラインドライブと。ただ、これだけじゃなくて、そう、阿部飛広角なんですよね。で、正直これはめっちゃ強い。阪神の野手といえばね、すでに完成されてるメンバーがいるんですけど、まあ、その中にさらに新規でオマリーが加わることになると、まあ、本当にね阪神純正止めれない打線になってくるんじゃないかなというところで、本日は、まあ、僕は組める阪神打線を組んでリアタイの方やっていこうかなと思います。オーダーを見ていきましょう。こちらです。まあ、オマリーねチャンス持ってないんで1番に置いて、2番には実は持ってましたよ、バース君。はい初お披露目なんじゃないですか。スピリッツ3097やけど、今田淵さんとか糸井さんとかね、マルテ、金本さん、新庄さん、この辺が僕の阪神の野手になってます。まあ、他にもベンチにはね3人ぐらいいるんですけど、まあ、ショートセカンドがどうしてもいないということで、今年鳥谷さんが出たらねちょっと取りに行きたいかなと考えてます。鳥だけにね。えということで、本日はこの打線でやっていきたいと思うんで、オマリーの強さ見ていってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、正直ねオマリーもねバースもスピリッツ高いわけじゃないんで、そんなスピ高い選手は来てほしくないけど待った、いきなりこれはちょっと興奮させてくれるじゃないか。いや僕の心臓も全身がビクビクしてきた。うん、相手のスピリッツもそんな高くないから。あー待った、これやばいいきなり全出しは俺のハートをキャッチするには全てを物語ってる。いや待った、これクソ強いぞ。うん、で2塁いかんのかいオマリーでバースも生きてくると、スピリッツ高くないから相手のピッチャー。いやこれは楽しい。そう、実は持ってたんですよねバースを。てかオマリー今の2塁いかんのか。一応総力 C はあるんすけどね、まあ、コンクランステータスだったらバース、うん、スピ負けしててもやれるんじゃないか。はい 3-1、 このステータス、このスピリッツにも相手はビビってます。よし、ここは見ていこう。スピリッツ盗塁したろうかなオマリー。いやいい、この2人には全く向いてない、この機動力破壊というね、何ふさわしいバッティングを見せれてる。いやーこれはいい送りバントやな。まあ、こっから正直ねスピリッツそんな負けてないんで、まあまあやれるんじゃないか。よいしょー、待ってオマリー、 あんだけ上がるんや。ちょっと待って、これはハートを掴まれたかもしれない俺の。え、なんで応援歌流れんのこれ。阪神の応援歌設定してきたのに。マルテ、マルテ、え、わっしょいわっしょいとか設定してきたのにな。打ってよーまーとーも設定してきたのにな。なんか流れんな。あれなんでやろう。ピッチャーここで交代、高梨さん。ちょっともう一回、もっと打ちたい、オマリーで。もっと俺を楽しませてくれ、オマリー。え、このドキドキ、なんやろう。え、誰かな、誰使ってみたと同じ感覚やろ。あ、こんな上がるんや、みたいな。え、誰やったっけな、誰かとちょっと類似してるわ。いやー阪神打線やば、これ掛布さん持ってないからね俺。でそれこそその鳥谷さんとかはまだいないですし、これ完成したらやばいぞ。いや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 、抜けていくでここちょっと代打しちゃうとショートいなくなっちゃうんで、次の堀さんは代打でいこうかな。なんかこのオマリーバースってちょっといいよね。ちょなんか堀さんも助っ人っぽくなってるし、コウイチみたいなね。いやコウやなじゃあここで大山さんを行きましょうかね。ただホームランを打っちゃうと終わっちゃうんでね、程よく。あでもオマリーだってこれめっちゃワクワクする、この能力。まあ、ちょっと汎用フォームなのがねちょっと気に食わないですけど、これブーマーの左バージョンって感じかな。やばフォロースルーもバースやん。いやこの2人の並びずるいわ、阪神できるのめっちゃ羨ましい。ロマンの塊やん。ええ いや、あのさんもきょとんとしてた今。何今の。お願いします、守りの方は飛ばしていきましょう。はい、じゃあオマリー3打席目やっていきたいと思います。まあ、僕ねあの使ってみてやる前にね能力の計算とかしないんすよ。どれぐらい上がるかとか、実際こうやって上がってみてからのお楽しみみたいなところで見てるから、そうだからちょっと興奮してる。まあ、佐野さんの時もこんな感じだったか。あ、こんな能力上がるんやみたいな、似たようなものを感じるかもしれない。てか背番号1ってあれ鳥谷さんやん。え、鳥谷さんの前の背番号1がオマリーやったってこと。え、すごっ、え、すごっ。
え、すごっ、打ちやすい全部ヒット。あーあー、バースがすごいことになってる。もうバースがバースじゃない、パースになってる。それでも、パースとは言わせない。俺の名はバースだぞと物語ってる打球ですね。やば。あんだけ削られてもあんだけ飛ぶの。あー、ちょっと待って、なんかオマリーより普通にバースの方が欲しくなってきてんけど。あー、何やさっきか、逆方向正面ばっかで、もっと飛んでくれよ。あー、全部捉えてんねんけど。うわー、セーブ純正きた。これ削られまくるな多分。いやでも待ってオマリー得のめっちゃ出やすいから全然削られんわこれ。え、極めた、めっちゃ極めたい。あ、やばいやばい、ちょっとストップストップストップ。え、おかしい打ちやすすぎる。阪神純粋始めようかな。え、何この打線、え、バグってるやん。あ、流れた流れた、わっしょいわっしょいじゃないけど、ドゥ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 、おおおおおお、かっ飛ばせーマートン。これこの応援か、あれマートンのイメージしかないわ。打ってよーマートーンが、なんかあれかな、語呂がいいからかな。ずっと俺マートンマートン言ってるわこの応援歌歌うときバッターマートンじゃないのに。ちょっと待って、バリ楽しいねんけど阪神打線。阪神はな、そもそもファンがおもろいからな。阪神は春季キャンプで調子がいいのを見て、阪神ファンがあかん、阪神優勝してまうっていうフラグを立ててシーズン沼りまくるっていうね、もうその流れを作ってるのがおもろいよね阪神ファンの友達とかおるけど。いやで、金本さんがさらに前座勝していくと。いやマジで楽しいぞこの打線ほら打球速くて取れてないもん。いや新庄さんよね、阪神ファンが結構待ってるのは。俺一応 S にしてるんですけど、珍しく特殊あんまりせんけど、新庄さんはねロマンを追い求めて守備適正を S にしてるんですが、この新庄さんがいつ出るかっすよね。ごめんなさい打てませんでした。で一人ちょっと紛れてる石毛さんでちょっと打たせてください。ネクストにはコウとオマリーとバースがいます。はい、しっとけー。いやコウで打ちたかったけどな。いやホリーやな、ホリーホリーの方がゴロいいわオマリー回るで。あ、待って待って待って、田淵さんも続いてるわ。もうこ一人で勝手に募ってもだ。やっぱホリーじゃないコウやわ。ホリーさんがコウになることによって田淵さんもコウで統一できる意味わからん、ゴロめっちゃ悪いしなで特のめっちゃ出る、特のバリ出ます皆さん。え、すごいこれ。あ、タイピンチで出てんのか、変化量やたらでかいと思った。待て、ここまで全打席ヒット打ってる。これはやばい、ほんまにあかん排出停止にした方がいい、これ阪神純正めっちゃ強なるわ。でこれパースやろ、でピッチャー交代平井さん。いやー、こうやって削られても削られても敬遠されるんですよバースは。で田淵さんでいいのか、本当にその敬遠後悔しませんか。二度と敬遠できない体にしてあげたわバグレベルこの純正では。この試合もオマリー大爆発させていきたいと思います。いや出た、いや徳の出やす、ほんまに徳のバリ、いや本当にあれっすね、1番に背番号1にふさわしいっすね。もう十分すぎるわこの打感。はい、 3-1 フォームもね十分問題ないっす。これいやこのフォアボールはもったいない、せっかく打ちたかったのに。でバス、あ、これパースやわ。いやこれ相手のダルビッシュさんスピリッツ低いから結構バースが生きてくるんじゃないか、お願いします。でオマリーも生きてくると、いやほんまめっちゃ出るな徳のずっと出てるやん、うん、3600やから結構生きてきますね。詰まっても打てる、すごいぞ。みんな騙されたと思って、あの累計当たった方はぜひともね突一でもいいから使ってほしい。突一でこんくらいやれるんやで。ランク戦とかそんなスピゴリでね来るピッチャーあんまおらんからな、たまに4100とか来るけど。はい、つながります。どうしましょう皆さん
あのもう見せどころが多すぎて落とす場所がないんですけど、みんなは打つもんだって、みんなは打つし、みんなはバッティングいいから。いやコウさん、さあちょっと堀のコウさんは打ってくれ。うん、田淵のコウさんはちょっと打ち取られちゃったけど、おいしょ。いやーてか代打出さんのかいっていう話じゃない。ごめん、堀のコウさんにもちょっと打席の出番を上げてほしい。ちょ負けてんねん、あとワンアウトで負けやから。いや堀のコウさんがつないだ。いやオマリに回るぞ。ここもまあ広角はね初めて外れたかな、けど得の2つ出ていく。ちょオマリ頼むわ、逆転の火種を作ってくれ。いや追い込まれた。オマリ、いや全打席ヒット。いやほんでバース頼む、同点打をお願いします。こんな能力でもホームランを2本打ってきた、あなたならやれる。ダメだこりゃ、最初だけやったわ。